今回は今人気急上昇中の、バンガロールの解析です。パッシブ、駆け足、スプリント中に被弾すると移動速度が短時間向上する。このように走っている時に被弾すると移動速度が速くなるスキル、自動で発動してくれる。戦術アビリティ、スモークランチャー。発煙管を高速射出し着弾時の爆発で煙の壁を作り出す。横約30メートル、縦約15メートルの横長の長方形型スモークを射出し約22秒間消えることはない。ちなみにスモークはマックスで2個充填でき1個あたりのクールタイムは約30秒。金ヘルつけてると約25秒に短縮される。このスモークランチャーの何がすごいってこれです。なんと約220メートル先まで届きました。訓練場ではこれ以上飛距離が出せないので、もしかしたらこれ以上の飛距離が出るかもしれません。あと当たると10ダメ入ります。アルティメット、ローリングサンダー、一体をゆっくりと巡る支援砲撃を要請する。さあみんな、苦痛の始まりよ。このように着弾地点から約50メートル先に伸びる爆撃。効果は爆発に当たると40ダメージとスロー効果。自分も当たると影響を受けるので注意。ちなみにクールタイムは通常時で約3分。金ヘルつけてると約2分24秒。このようにスキルを使ってパーティの逃げを補助したり攻撃の起点になれたりするキャラクターです。ぜひ一度皆さんも使ってみてください。終わり。